来た。もう私うーちゃんのリアクションがないとできないんだ、本当に。もうよかった。いや来た。というわけでね、今日の3冊目聞い取り直して、今日の3冊目いきますよ。今日の3冊目はジャック・マイオールでね、イルカと海へ帰る日ですね。ジャック・マイオールって皆さんご存知のように、素潜りの記録たくさん作った人ですよね。ほんとイルカ大好き、海大好きな親父ね。でまあ有名なとこで言えばグランブルーのモデルになった人ですよね。でまあその人ですから、僕はグランブルーって大嫌いなんだけども、なんかジャック・マイオールにちょっと興味あったんだよ。確かにいやいいだなと思ってさ、こうガーッと海潜ってね、結構かっこいい気持ちいい話してくれそうだなと思ってルンルンで読んだわけ。そしたら気持ちがいいんだよ、本当に。イルカが好きでとかって言ってて、海に潜ってで素潜りの記録作ってて、記録作るためにこうやってああやってって言うわけ、ジャック・マイオールが。いいなと思って読んでたの。そしたらさ、また言うんだよね。そのやっぱり海潜るためには大気のエネルギーを得なければならないっていうわけ。また来やがったよーって、こうまたか自然バカ野郎が出やがったってね。でなんだ黙って海潜んねえかこのクソ親父って思うじゃん、その辺から。黙って潜りを息止めるだけだろってこう思うじゃん、こっちなんか。違うんだよ、ヨガの呼吸法がとか。まあそりゃいいんだよ、まださ。で禅を組むってわけ、座禅組んで、それがすごい精神的によかった。よかないわあんなもん、肩叩かれて何いいんだって。ジャック・マイオールが浴衣着ちゃって、そんで座禅組んでんだよ。バカじゃねえかこの野郎って、温泉入りに来たんじゃねえぞこの野郎っていうようなさ感じで読んでて、だんだんイライラしてきましてね。なんかつまんなかったです、この本、はっきりや。でやっぱりね、嫌なんだな、その自然がいいよとかって言われた瞬間に知ってますって言いたくなんだよね。なんでお前からそんなこと言われなきゃいけねえんだ、黙っていけばみんないいと思うじゃないかってのがありますよね。だからまた黙ってジャック・マイオールも海が自分好きですって言いやいいのにさ、その海とかイルカのその体験を通して、その人類に何とかをとかっていうわけ。うるせえなーっていう、こう黙って背中だけ見せてくれよっていうさ、オーバーなんだ言い方がっていう、こうどうせあれだよ、突き詰めりゃ宇宙がとかって言い出すね、こういう親父は。やだね本当に。黙ってこう機能的な時計をつけて、水深 60m にも耐えうるこの時計が素晴らしいんだとかって言ってくれれば、こっちだってああそうですかって話聞けるんだけどね、ほんと。でもやっぱりさ、女の子にモテるためにはさ、ジャック・マイオールいいよねとかってやっぱ言えなきゃいけないんだろうな。やっぱりロマンもクソもあったもんじゃねえもんな、今この発言な、本当に。何が大気のエネルギーだこの野郎って、もうこうなっちゃうね、本当。でもね、これしょうがないんですよ。僕ら3人ってのはやっぱり都会好きですからね、やっぱ基本的には。まあなんかね、どうもその辺が合わなかったですね。だから僕はもっと気持ちいい話してくれるかなと思ったんですけどもね。っていうか、あといえやね、やっぱりジャック・マイオールのこれ伝記なわけですよね。でまたもう翻訳した人はすごいジャック・マイオール好きな人で、もうジャック・マイオールは神様だみたいなようなノリで書いてるからさ、途中でだって解説しちゃうんだから、ジャック・マイオールの一応保管をするとなんつって言って、ちょっと注釈入れるぐらいだったらいいけど、5、6ページにかけて保管するからさ、お前ずいぶん前がかりだなっていうような、こう前がかりの翻訳ってたまにありますけどね、ほんとね。でまあね、その辺でなかなか馴染まなかったんですけども、やっぱなんかさ、ジャック・マイオールもバカ野郎って言われたことあるはずじゃないですか。そういう話も聞かないと最近納得いかなくなってきちゃったんだね、やっぱりね。だからこれ読むんだったら、さっき言った鶴見俊介さんの限界芸術の黒岩さんの評伝読む方がずっと面白いです、本当に。でまたさ、ところどころでいやらしいんだよ。グランブルーの写真引用してあんだよ。あんなことやらなくたって分かってるよバカ野郎ってこう言いたくなる感じもありましたね。はい。なんでまあこの本は別に読まなくていいと思います。はい。だったら別にもっといい本があるので、そっち読んだ方がいいって。まあイルカとか好きな人はね、私いるかよとか、そういう人が読んだら、まあ、感じるものがあるんだろうな。うん、俺にはないけどね。イルカは好きだけど。はい。というわけで今日の3冊目はですね、ジャック・マイオールさんで、イルカと海へ帰る日でした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。